検証、当選、開封のゲイ当たったよ当たったよえー、なんかね、なんかね、そうだ。思い出した。メールチェックとかもさ、検証でメールっていうのもあって、メールのやつで、なんかあの、当選確認で住所送れみたいなやつなんか、当選確認の通知を、 ど、から返事しろみたいなやつ。あれもなんか期限切れしたりとかさ、もうほんとなんか、勘弁してくれよ。土日、祭日、あ、土日でしょ。金曜日、土曜日、日曜日って普通忙しいんだよ。なんかさ、もう一日のさ、あれがあるわけだからさ。で、月曜日は疲れるんだよ。そうだよね。この3日で返事しろっていうのはやめてくれ、マジに。って思った。 また逃してしまったよ、はあ。まあいいや。そういうのは、まあ、縁がなかったと思うしかないね。で、えー、今回の当選品は、じゃあ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 じゃじゃじゃん。何これ。あアンバサダー就任、おめでとうございます。アンバサダーになったらしい、私。えー、マジにえー。あ、なんか選ばれた。これ、これは多分 Twitter ですね。 アンバサダー就任おめでとう私アンバサダーよく分かってなくて結構いろんなアンバサダーに就任してるんだけど全然活動してないっていうねあの明治のあれは明治のあれはアンバサダーとか明治のアンバサダーと光味噌アンバサダーと漫画がアンバサダーとってなんだけどアンバサダーよく分かんない活動の仕方がまあね 本当に、うん、そういう方も多いんじゃございませんかね。なんかこの検証みたいな、こういうなんかモニターみたいな、こういう細かいことで生きてるわけじゃないからさ、実生活。だから結構大変なのよ。これね、子育てとか、あまあちょっとしたしあの仕事、プラスアルファでやってる人とかみんなね、 そううだと思うよ一日中暇あったらいいんだけどさ専業主婦でも子供が小さい専業主婦はそこまでやってられんよってあ、まあ、言い訳なんですけどね頑張るよ頑張るやっぱ、ね、女王みたいなあでも女王働いてるからなん誰だん働かないで一日中検証やってとかあとはあのの旦那がすげえ必死になってやってる系の人 あとあのファイヤーしたさじじいでさやってるやついるよ。株主なんちゃらけでもうさ外で働かないからもうどこかで収入をっていうので必死こいてやってるやつ。あのあ株のやつでさなんか株主総会とかもさ旦那に遠いとこ行かせてでなんかまあほら嫁の方がマメだからなんか。 なんか雑誌のに載ったりとかまああれでもなんか雑誌に載ればさ掲載してもらっていく何万かもらったりあの雑誌ってねこれくらいのさこれくらいの記事だったらあのまあ何ちゅうのかな16分の1から始まって雑誌広告の媒体だと大体16分の1とかこう雑誌広告ね 記事だとまた違うので私出版社とかじゃなくて広告関係なので1 16分の18分の14分の12分の11ページ2ページフルカラー表紙裏表紙とか表表表紙とかそんな感じになってくるんだけど多分ねあのー、ほら連載みたいな感じで1ページ持たせてもらえるとまあ5万ぐらいは多分もらえるんじゃないのって感じ。 2ページだったらもうちょっと8万とかでちょっとしたなんか読文みたいな感じの16分の1ぐらいのやつだったら本当に掲載誌と謝礼のさなんかノベリティグッズをもらったりまあそのネタにもよるんでしょうけどね顔出しでさこうガッツリやればとか。うん ななんかしたたもので終わりみたいいい感じだと思いますはい、私ね料理のインスタやっててインスタでその画像を使わせてくださいと何、えー、とかっていう雑誌を何号に載せたいので、えー、その写真使わせてくださいみたいな感じで連絡で来ておい,いいっすよって言って言ったらなんか謝礼になんかなんかね5,000円ぐらいの。 えー、クラランスのなんかをいただいたりとか、まあ、大体5,000円ぐらいのなんかをもらったりとかしたことがあります勝手にもうインスタとかやってたりとかすると勝手にその写真が良かったりとかハッシュタグがで引っかかって見てくれる雑誌社の人とかがいたりとかしたらあのー、まあ声がかかっててまあ無断でね雑誌社が使うってことはできないからさ。 あの、掲載してもいいですかみたいな。で、ケ、OK、ーです。みたいな感じで、とかでございますね。で、まあ、ちょっとこのアンバサダーなんですけど、万南光。これはね、すごいなんか懐かしさがありますね。何の時に懐かしかったかっていうと、えー、万南光。実はですね、私、あの、妊娠中に、すごいなんかこれ、あの、興味があって、 食べてましたあの時も結構私真面目にさ取り組んでたんで妊娠出産に関してほ本当昨日はペットの話とかしたんだけどで今の妊娠出産ってまあ男の人は全く分かんない世界だと思うんですけどあの今の妊娠出産ってあのプラマイ5キロで産めぐらいな感じなんですよ。 で子供っていうのは大体3キロ3 0 0 0ムで生まれてくるのが大体基本で、まあ、大体それ、ね、2700から32003500とかいくと多分栄養石灰とかなんかちょっともうダメージ強えんじゃねえのっていうだからあの親があんまり栄養とか変なものコーラとかさ取りすぎると胎児が太って。 で,で出産する時に出てくるところがねそんなにねいくらガバガバって言ったとしてもさこ,うこれくらいの頭がこう出てくるって考えたらうずらですら辛そうに卵を産んでるんだからまあお分かりのことだと思いますよ。 で、まあ、安易にこう、切開されたりとか、いろいろな感じで、結構大変なんだよ。あれ切開とかたれされて、まあ、縫われてとかってやったりとかすると、その後の夫婦生活とかにも、あの、害が及んだりとかするから。で、あとはね、 あの、ちょっと私、帝王じゃん、帝王切開じゃないからわからないんだけど、帝王切開と自然では、どっちの方がいいんですかって言われたら、もちろん自然で生まれた方が、多分子供にとってはいいと思うんだけど、多分女性的な感覚からすると、帝王の方があそこから産んで産道とか言って、ガッてこう出すと、ガーッ広がるから、多分、多分ですよ。 私的には、まあ、なん帝王の人は割と結構その後とかも何回かこうさそういうなんかのいいねできんじゃないのってでも自然で産んだ人とかだとやっぱり自然文明で産んでる人っていうのはやっぱりこう。 ガーッて一回開いたものっていうのはさゴムみたいな感じでさゴムがバーッて伸びたらそう,そうそうさ元に現状維持のにはならないじゃん。だから、まあ、そこら辺性欲の強い男と結婚したりとかすると、まあ、そこの,あの夫婦生活の満足度からですね浮気し。 そして、あの、離婚に至るっていうね、そういう感じがあると思うので、まあ、その辺もね、考えるべきなんだよね。低温の人はね、大体なんかあの、お腹切るんで、多分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 、その、なんか、満足度は、やっぱ、傷が気になるっていうのはあるかもしれないけど、あの満足度は、まあ、自然分娩で生んだ人よりも、 平和なんじゃないかなって思うんだよね。でもお,か、まあ、お母さんのお腹を切るっていうリスクとお子さんがとかっていうリスクからやっぱり自然の方がいいんじゃねえのっていう感じ。だから両方経験してる人とかはもう悲劇ですね。だって <laughs> 大変だと思いますからね。あなんでそあのまあね妊婦の人が。 結構卵クラブとかでもうむちゃくちゃ高校から出てますよ、これ。太らないように、こういうなんか茶碗、うちの茶碗に似てるな、これ。あのー、太らないようにしなきゃいけない。でも、腹が減ったりするんだよ、なんだか知らないけど。あ,あのね、つわりがどうのとかってね、どうなんだろう。なんか私の場合さ、 台湾かなんかに行って、もう一人で海外とか行けちゃうタイプだから、ちょっと時間、もうね、黒子と時間合わせるのは絶対無理だから、もうや時間ができたら自分で、あの、自分の好きなところに行って、自分で満喫するっていうスタイルを取って開き直ってたんで、二人で行く必要は絶対ないと思ってたから、で、あいつに意見聞いたらさ、ぽわんとしてるからなんか、もう趣味思考とかさ、全部合わせてさ、あの、やるよりも、自分で好きなとこ勝手に行って、自分で、自分の、 お金を自分のために満喫して使った方がいいじゃないみたいな感じでなんか台湾かなんかに行って小籠包をしこ玉食べようって思って行ったら全然食べれなかったんだよ小籠包。何これっておかしいよって。どうしてなんでこんなに食べれないのって気持ち悪くなるしで胃がんだと思ってもうなんかもう 絶対がんだよこれ間違いないこんなに人生でなんかこうななんかこう胃のところがムーッとしてでなんか食べれないこれは間違いないとか思って帰ってきてなんかあの医者に行ったらうん誤解にしてましてっていうそういう感じでしたね私が発見した時はいやマジあれ胃がんだと毎回毎回さ なんかこうすぐ自分はさもう不治の病だって思うのは何なんだろう,うとにかく胃がんだと思ったあの時はこれは絶対胃がんだみたいないや違いますとか言われてあなんかうんまあそ,それでそこからまあとにかく体重を増やさないようにとかあんまりにも言われるもんだからさ 特に私の場合はそれ決定してからもうあの「超余花よ」というですね出産に100万ぐらいかけてもいいやぐらいな感じで夢を持って金握りしめてあのどこの病院とは言わないけどさあの3つあるさセレブの病院あるじゃんあれの1つのところに行ったわけよ。いやまあただもう快適すぎたよ待合室はさあのソファーだったし。 あの時代で呼び出しとかポケベルとかであの診察の件出して受付したのポケベルで院内で自由にお茶とかしながらあの待っててで呼ばれてでポケベルで呼ばれて行くみたいな感じのさシステムで快適だったよ7ヶ月くらいまでは。でさあさあそろそろ予定のあれを正式に。 こう日にちを日取りを決めての時に横から来た議員の愛人だと思うんだ多分。議員の愛人か芸能人だよ。があの横から私の出産日と同じ人に取られて追い出されたんだよね。もう本当に医者ってねクソだよ本当にあの権力者とか有権者とか あ有,有権者じゃない有権者だと私も入るから、権力のある人に逆らえないところがあるんで、だからもう、虎の病門病院とかなんかさ、議員ばっかりじゃん、なんか。快適な虎の門病院とか、<laughs> コロナとかでなった治療とかでさ、上級国民ばっかりが虎の門病院に行ってさ、一般人はさ、なんかもう、<laughs> もうって感じよ。 あの時議員嫌いになったら、むちゃくちゃ。なんか多分地元の名士とかさ、なんか、え、でも東京だ、東京のところだったんで、多分地元の名士じゃなくて議員だ、だと思うよ。有名な、ちょっと名の知れた議員の、議員の愛人。なんか、制裁とかさ、芸能人とかも、あの、正規に生んで、あの、発表して、幸せですとかでアピールする人じゃなくて、なんかこう、 影のなんかあるらしいよそれは聞いた後からそういう話結構あるんですよねとかって言ってだからその愛人とかだとさあの表だってできないじゃん,んそういうなんかシークレットの入院とかが入ると一般ピッポーが追い出されるっていうさ感じででちょうど、えー、生まれたのが、あのー、生まれるとか予定日とか4月とかだったんでちょうど震災にあたるんだよ。 であのもうそのさ震災が起こるなんて想像してない時期の2011年生まれなのでその後のさ ね、震災があって「絆」とか言って家にさいなきゃいけないこもる生活が続いてコロナじゃないからさあの時はもう家族の「絆」とか言ってなんかも絆が確かワードだったような気がするからその辺りでなんかもうその震災を機に絆に目覚めて結婚する人とか結構震災で結婚する人とか多かったわけですよ。 コロナじゃないから交通機関とかがあの復活したら結構あの、うん、あの結婚式とかできたし、まあうん、結構その時の11年のもうだもうあれよ4月に私たちが苦しんでたらその3月4月とかで、まあ、ちょっと絆が生まれた人っていうのは大体1月2月とかに生まれてるんで同級生に 引っかかるんだよねで今すごいムカつくのはあのー、水泳のさジュニアのやつのくくりがさその生まれでさ夏にジュニアオリンピックっていうのがあるんだけどそこで8月まで生まれの人で区切られて8月までに生まれた人が10歳でくくられてでうち4月だから11になってるからそこでなんか年齢で区切られてすごいなんかごめんよって。 <laughs> 4月でごめんよみたいな。まあでもそれ3月に産んでても学年じゃなくて学年別になるときはま4月は有利だったけど、まあちょっとなんかいろ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 あるよ。うん、私立とかのお受験とか考えると c 5、6 で産むってこう家族計画をきちんと立てられる人は大体そういうことを考えてし5 6で産むように早生まれに生まれないように早生まれで産むとあの後々ね 年を取った二十歳以降になった時にあまあ二十歳以降はまあ関係ないかな、す,すごくなんか二十歳って壁を早く越えていろいろなことができるようになるから成人っていう壁を越えたら、まあ、今18歳になったんだけどいろいろねあ電話の加入権が自分で手に入られるとか入れられるとか。 まあ、クレジットカードいろいろなんかこう親の許可なく親権が外れて自分がこう独立して何でも決められるって権利が発生するんでそこまでは年齢早く取りたいって思うんだけどある程度の年30超えてくるともう1個でも一学年でも3月生まれのやつってさそこでマウント取ってくんじゃんなんか同級生みんな1個カーンって上なのに自分まだ1個若いみたいなさなんかそうせっこいことでねマウント っっててくるんだよマジに月生まれのやつただね3月生まれのやつって常日頃からそのもうその学年でこうに日本語は区切られるから4月1日から3月31日までが1学年ってなると4月生まれの人と3月末の生まれの人だとこれもうできることがさ極端に違うのよだ,だから幼稚園とかも、まあ、4月生まれ からで入るじゃん幼稚園の学年でも全然違うしでも幼稚園の場合はそこまでなんか規則っていうのなんかをするわけじゃないから考えることとか幼稚園の人ってね子ってねいじわるとかまだそういうことって芽生えたりしないじゃんいじめとか幼稚園でね最高にいじわるとかさ最高に姑息とかさ陰険とかそういうのいないじゃん大体に、ね、事件が起こるのは小学校なんだよ で小学校に上がった時に1年生で4月までだと、まあ、結構ある程度のこと何でもできる。下手すりゃ最近小学校に上がった時にまあ、ね、3月生まれとか早生まれの子でまだおむつ外れてないってこのちらほらあのトレーニングパンツみたいな履いてる子とかがいたりとかする男の子っておむつ取れるの遅いっていうからやっぱ女 女の子と男の子だと成長の具合が違ってで一世のせいで小学校一年生で入るって時にまだおむつがちょっとっていう子もなきにしもあらずその辺小学校受験でも問われるんだよおむつ確実に取れてるかどうかとかなんかそのおむつのそれはなんかね過保護っていうのもあるんだけど おむつの紙質が快適すぎてか不快だとトイレでやろうっていう気分になるんだけど不快感がないおむつを履いてるとなんかねずっと長くなるんだよ今なんか結構おむつ快適すぎるから日本のおむつってだから、あのー、なかなかトイレでするそのなんか教育がなかなか何か後手後手になって昔はなんかこう。 2歳3歳ぐらいにおむつが外れたとかっていうことも、まあ、布とかのおむつとかだと不快すぎるから自分で頑張るようになるんだから立って歩き始めたぐらいからトイレって教えて毎回付き添ってねそれは毎回付き添ってあの便座のさ1個その子供用のをかましてやるんだよであと台も必要だしねあれでさこうやるんだよおまるみたいなやつでなかなかこう。 大人のトイレにあれを装着してやるのがなかなか難しいからだから幼稚園とかに行って専用のちっちゃいやつがあるじゃん。あれでトイレまあ幼稚園の先生とかトイレとかを教育して教えてくれるわけじゃないけどあそこでワンステップなんかこう自分でトイレに行くっていうかまあその何,何時間かに1回ぐらいトイレトイレタイムみたいになった時にみんなで行くとかさそういうなんかね トイレ行きたいって言ったら先生がその前まで連れてってくれて専用のちっこいトイレがあるからできるようになるっていうねだから幼稚園っていう存在は必要かなみたいなずっと家であのマンツーマンで一緒にいること以外の意義っていうのがあったりとかするんだよ集団生活何も考えてない幼児の時に集団生活というのを経験することただね長い時間はダメよ。 あの、保育園なんで意味がないかっていうと、長い保育をするから、寝か、寝るでしょ、あれ。あれ、寝てる時間意味ないじゃん。あれ、寝かせて、元気つけさせて、午後6時、7時まで預かるっていう、あれがダメなんだよ。あれがダメ。あと、おむつとかもさ、まあ、幼稚園とかだとさ、まあ、年齢入る年齢も、ある程度の年齢から入るじゃん。年少、年中、 年長っていう感じで3年保育だったらそうなるけど保育園とかって本当になんかあの0歳1歳2歳とかその辺絶対さあのおむつ終わってない時から入ってで保育士の人がさ変えたりとかするじゃん。あれがさであの作業的に変えたりとかするからその子の気持ちで変えるんじゃなくて時間で変えたりとかするからねなかなかあのおむつとかね う,ーんうまくいかなかったりとか、まあまあ、そもそも男性保育士っていう無駄な、えー、人がいるから、だってさ、女性の仕事さ、すっごいさ、限られてるわけじゃん。だったらそこわざわざ男入ってこなくてもよくないみたいな。保育士やらなくてもいいんだよ。だから、管理者みたいな感じで、子供に関わらない、関わらない、あんま関わらないポジションで、女性がちょっとできない、なんか荷物運びみたいなやつをやるっていう職員の、 ポジションでいるのはいいと思うけど、あとダウン男の子専門とかだったらいいけど、女の子のを見つかれたりとか、あとなんかプールみたいなやつのさ、あのー、着替えとかさ、もう変態でしか見えないからさ、もう絶対やめてほしいんだよ。だ女性に特化した仕事っていうのはさ、特化した仕事でとっといてほしいんだよね。だってさ、あのー、寿司職人とかってだって男性社会だったりとかするしょ。 コックさんとかさ、男性の仕事みたいな感じで決めてる領域がすごい多い中で、わざわざ女性の方が向いている仕事を男に与える必要はないと思う。特に今回コロナ禍で、でもう女性貧困がむちゃくちゃ問題になってるから、あのまあ女性ができる仕事みたいな、まあ女性がちょっとその まあいろいろの雇用の形態とかあったりとかするわけじゃん女性ってやっぱ出産とかが出産育児とかがあったりとかあと介護があったりとかあといろいろなライフスタイルの中でまあ一年のその生活の中で仕事を辞めなきゃいけない時期とかが出てきたりとかするからあと1 投資で仕事できない人がスポットでできる仕事とかがあの、まあ、飲食のねアルバイトとかだったりとかするとそういうのが軒並み今なくなっちゃってるじゃんコロナで対面じゃなく全部機械で、えー、なっちゃったりとかあのガストなんかだったら運んでくるロボットみたいなのが <laughs> 出てくるわけじゃない今外食産業が大きいところだとああいう風になっちゃうとやっぱ女性の雇用とかが全くなくなってで一番なんか煽り食ってるのがシングルマザーとかの人たちが働く場所もなくなって子供付きで働けないからもう働かないからもう保育園にも預けないられないでもう無チーム8もー行かなくなるってまあそういうところで生活保護とかが届けばいいんだけど。 なかなか行政って動かない行政は動かないからさ余計な,なんかアクションする割に必要なアクションしないのが行政だから腹立たしいよ。 とか虐待でとかせっかちする子どもがいる中で必要とされてない保護をさ率先として返してくださいって言ってるのに返さないとかいやもうあんたは虐待するから返さない」みたいなさ決めでかかってくるクソとかね最近ほんと YouTube で個人の人が一般人の人がそういうなんかのあなんかねこと言ったりとかしてるんでまあその施設で。 辛い思いをした人が配信者になってたりとか、あとはその、えー、経験した、その自装職員に、金品を要求された人とかが、あの、実名でさ、が言ったりとか、あれって多分ね、英国の立花党首がやり始めたから、ああいう、こうなんかこう、録音とか録画とかして、ああ、公務員は、ああ、いいんだ、みたいな。公務員って公務員だからさ、いいんだよ、名前とか。 そうういいい責任持たななきゃいけないわけわだからあのー、肖像権とかさあとなんか、ね、プライバシーがとかさそういうんじゃないんだよ公務員なんだからこあの行政というか公の仕事をしてるわけなんだからそういう責任があるとなんかねそんな感じなんだだから公務員とはみたいなだからなんか自走突撃してさあれしてるお名前はって聞いた時にフルネーム言わないとかね うーんな,なん,なんなの公務員でしょ公務員って結局あの県の職員とかだったらあの移動したりとかしても職員名簿を、まあ、私たち払ってる税金払ってるわけだから見れたりとかするんでこれ一般企業だったらそんなね名簿とかなんかどっか転勤転属になったからって言って見れるわけじゃないけどあの公務員は見れるんだって。だかからそこののなんとかの あの今までこの県のここの職員だったやつが勝手にいなくなったって責任逃れでいなくなったらどこ行ったのかなって言ってここ名簿見るとあと開示請求とかもできたりとかするからあの分かるってだから公務員のもうちょっとの襟を正して働いていただきたいなと思いますね。まあなんかそういうさ社会活動家みたいな人のあれとかも見たりとかするとすごいなんかあの。 開けてきてるってきっいうかななんかあの変な戦いとかはしない方がいいけどなんかこう SNS のこういう YouTube とかの発言力を持ってた方があこれはなんかの保身とか武器とかになるなって思ってそ,それでまあそれでやってんのかっていうわけでもないんだけどさあのー。 <laughs> まあただコロナになって一日中家にいて、で、ハリネズミ買って、で、私もそのさ、あの、半ばにさ、入りたかったから、どちらかというとその、立花投手のを見てって、で、そこのサイフラットマウンドがいて、そのサイフラットマウンドのアンチとしてだな。みんな動画やってたんだよね。なんかあれの文句を言うために動画を。その中にちょろっと入ってて、私の場合は、その、うん、その、 自分が誹謗中傷とかすごいやられてたからそストレートにさ誹謗中傷するんじゃなくてなんか嫌みったらしくさ「ハリネズミさんはずーっと寝てます」とかって言ってそれでいいじゃないって思ってでもそずーっと寝てますっていうのを「正幸」から取って「さゆ」っていう名前にしたんだけど、あのー、もうさそいつに因縁つけられたら嫌だからまあ「フラット」っていうのはさたまたまハリネズミの「フラット」っていうのが、あのー、あって。 あのここ回し車がフラットっていう名前なんですよ。あれだからあそこで遊ぶのが好きで唯一夜中に出てきてあのフラットのところでこうやって遊んでると。でマウンドっていうのはあの砂丘みたいな感じの,あの丘でしょそれはちょうどおしっことかねうんことかするんだよサリネズミってあの、まあ、その砂のところで。 だからサユフラットマウンドなんでってうちの子はさゆちゃんっていう女の子1月1日生まれで女の子でさゆちゃんって名前のハリネズミでフラットマウンドっていうのはフラットで遊ぶのが好きでマウンドでうんこするからあるさゆフラットマウンドであとその後にうちのちびすけが アンダーギーって名前つけたんだけどね。それ単純になんかあの、ヤオコでさ、あの、サーター・アンダーギーっていうのを売ってて、サータン、サータンって呼んでたんで、左右のことサータン、サーちゃんとか呼んでたから、サーター・アンダーギーって書いてあるから、サータンのアンダーギーだとか言い出して、アンダーギー、アンダーギーって今言ってるっていう、そういう感じで、サー、サユ・フラット・マウンド・アンダーギーっていう名前なんだよ。で、ケンタは単純に、 あの子が大好きなイケメンのコーチ。平成ボーイのコーチ。あの人がケンタ。だからもう名前ケンタってもう決めたんだってもう。もう、もう、ペットの小島で目が合った時にもうケンタって名前決めて。でもケンタ、ケンタって言って毎日ケンタを呼ぶのが好きで、で連れてきて、ケンタとサイは結婚してる体だから、ケンタフラットマウンド、 でなんかケン太はねなんか「G いじって顔してるんだってなんかよくわかんないけどだからケンタフラットマウンド「じいじょ」ってなん前でさくらはあれはあの保護した。んからもう「ハリネズミとかさ買ってうちたまたま左右ととン太があんま相性合わなくて仲良くしてたんだけどでもやっぱちょっと仲良く よくででききるけどお前とはできなないいみたわかるよなんかそういうのって人間で多分ほら仲いいんだけどお前とはちょっとそれはできないみたいなそういう感じ仲いいんだけどお前とはできないうんあのほらあの仲いいんだけどって、まあ、例えばほら仲いいんだけどっていうのに友達いるでしょ私なんか男の友達の方が多いから学校が男系だったんでね 同級生男ばっかりだからな男ばっかりなんだけど仲いいんだけどちょっと待ってそれはできないみたいなそれで仲良くしてさ一緒にさ寝てたりとかしてさ足引っ掛けてさーって、ね、寝てたりとかなんかああ仲良しハリネズミとかって言ってもうん子供をみ育てそういう関係にはなれないのよみたいなハリネズミも相性があるからさ大体いいハリネズミって結構 2匹飼ってたりとかするとオスメスで飼うと結構子供が生まれてっていうさハリネズミのインスタとかハリメネズミの動画で赤ちゃんとかいっぱいでそうね産むとしたらまあ3匹から7匹ぐらいまで産むらしくてまあ繁殖してそれを動画にアップしてる方とかも結構いるんだけどうちはそれが。 サとケンタがちょっ,とダメってで逆にハリネズミが飼ってたらそのなんかもうそれこうサとかケンタとかでやってこう「サユとケンタ」とかってやってう可愛がってる以前にいきなりハリネズミをオスとミスで飼ったんだけどいきなりもう生まれちゃった子供がどうしようと飼えない飼えないですよ結構ハリネズミきついで,すよあのでもうずらの方がもっと激しいからハリネズミがやっぱ飼ってると。 どっか出かけたりとかできないしやっぱ餌代とかも結構かかるしあと掃除とかね小屋とかそういうのが大変でやっぱりその,その、まあ、3匹くらいらまあ生まれて3匹でもきついでしょ親子で 5, 5人になって5匹になっちゃうわけだからだから生まれたけど育てられないっていうのである程度の時でそれで引き取ってきたのがさくら。でなんかあのあの 今3匹で3匹以上はねうちも無理なのでまあ、この子たちをそのハリネズミの寿命を全うするまで飼おうかなって思ってもう今白湯が最初の1年の時はすごいなんかあの若いしねあの子も左右も若かったんで結構遊んでましたけどもともとハリネズミっていうのは人間とその遊んだりとかするんじゃなくて家の中で引きこもって夜中一人でもともとその 回し車で回ってでうんこしておしっこしてご飯食べてで一日中寝てるっていうのがハリネズミなんでだから今もうね2年半以上経ったっていうことであんまり構わないで自由に余生を過ごさせてあげようみたいなそんな感じ多分2年9ヶ月とかだから1月生まれだから。 2年9ヶ月とかそれくらいになってきたらまあ寿命が4歳って言われてるとしたら今ちょうど歓歴ぐらいの感じなんじゃないうんもう多分歓歴ぐらいだと思うからじゃあ自分が歓歴な時にさえ遊ぼうとか言ってヒーヤンポターとか言って連れ回されたら嫌でしょ だからそれそういうこと考えてで,で左右なんか特にたまにたまに出して「なしだよ」とかしてあげる時もすんごい毛が抜けたりとかして顔もなんとなく老けたなあって思ってる感じでもあとの長生きさせたかったらあんまりストレス与えないようにあの自分の匂いのある自分の小屋で、えー、あえてさそのわざわざあのまえとは無理っていう人と近づけないであの ねえ過ごしてた方がいいんじゃないかなと思ってっていう感じでございます。で結局この万南光に関して、えー、これ妊娠の話だよね。妊婦さんはこれを食べようみたいな感じでまあその産院とかに行くと漏れなくもうミルク会社がねミルク出してるところがねもうねあの癒着してるから産院で。まず行ってあに妊娠 確定くらい、まあ、確定くらいの時はまだ、あでも、産みますよぐらいになった時から、なんか、あの、ミルクのサンプルとか、あとでさ、あの、なんか、養蚕サプリとかさ、まあ、最初の一瓶ぐらいはタダでくれて、後から自分で買えるよ、みたいな感じの、なんか、妊婦さん系が買うようなやつ、一,一式くれんのよ。で、大体そのさ、有名どころの、あの、いいさ、 夢のあるさ産婦人科っていうのかなクリニックはあのアイクレオなのよアイクレオってとこだっけなグリコだったっけどなでもうちねミルクで育ててないんで友達で大体有名なそのなんかこうあの芸能人が産むようなところで、えー、産んでるんでみんなアイクレオ先にその子供生まれて自然文明の人は 多分帝王切開は多分やらないと思うんだけどあの帝王切開とかリスク妊婦はあのそもそもそういうブランド系の,あの病院でできなくて多分ブランドの中では正露化かな正露化だったっけな赤十字だっけな正露化か正露化じゃないなどこだっけなあの女学院の裏にある。 しうきな名前ちょっと忘れたけどそこになると思うんだよ病院で五三家って言われるところででもその御三家にはアイクレオでなんかちょっとねミルク代が高いんだよで生まれてから普通の自然文明になったらまあ早くて3日ちょっと長いできて5日5日はちょっと無理かなまあ4日ぐらいで出されんだよ でそ,のその4日間の間にこう母乳をあげるとかさ抱っこの仕方とか沐浴の仕方とか勉強するんだけどあのお風呂の入れ方とかさ勉強するんだけどその時に最初からまんまん子どに満たされるほどの母乳っていうのは普通出ないから普通出ないよ。何回も産んでる人だったら分かんないけどあの普通出ないから出ない時の せる魅力をもう病院が癒着してるミルク会社と提携するからそこがさほらもうアイクレオの会社だったり明治の明治は微笑みだったりとかするうちね結局アイクレオをもらったんだけどそこをクビになって明治の微笑みのところに変わったんだよね一般ピーポーが行くクリニックの本に移ったからさ。 あの、<laughs> その、もう本当に <laughs>。だから、ピーポーの明治の微笑みだったんだけど、なんか知らないけどね、雪印とか森倉とかなんかね、なんかね、ほら、魅力の事件とかがあって、未だにやっぱ子供のことってなると、やっぱ親って弱いから、どんなに昔のことでも悪いイメージがついてるのは、どうしても嫌みたいな感じで、 確か森永とか雪印とかなかったような気がするんだよミルク。今どうなってるか分かんないんだけど。で、あとなんか中国の方とかって、あとね、おむつの会社も癒着してる。そこの産婦人、婦人科で、まあおむつ使ったおむつ、そのいる間の3日ぐらいは、そこの提供、そこのおむつを使えるわけだから、そこで使ったおむつがもう、 そこで使ったからって言ってそれを買うっていう感じ。それずっとかもう最初に口にしたものをずっとやるからさアイクレオを最初に飲んじゃったらもう大体アイクレオでずっと通すみたいななんかそういう人間の日本人の心理みたいなのがあるからおむつはパンパースでアイクレオでみたいな感じで、ね、癒着してね持ってくんだよあれおむつの人たちが。だからもう最初にいかにこう洗脳するかがね重要だから。 あのあの,あの人たちはねそれでまあ生まれてからがもうすごい大変なんだけど生まれる前はとにかくあの体重を、えー、そのプラマイ、e、5キロでいけっていうんだけどどんだけ気持ち悪くて「あー飯食えなかったよ」とかって言ったとしても後から後からその時期超えたらいきなりジャンキーなもの食いたくなったりとかするんだよ。なんかい 気になんだろうあれは。結構ね、制限されててカフェインダメでしょ。あと、えー、アルコールダメ、タバコダメとか言ってて、結構、いろいろなものがダメになるんだけど、なんかね、ジャンキーなものが食べたくなるんで、人によってはマッキュのポテトとか、あとポテトチップスとか、あとはね、なんだったっけ、私なんか、なんかカップラーメン、カップヌードルがむちゃくちゃ食いたくなるとか、 あとなん,かなんか知らないけどその時のその人のジャンキーなものっていうのがあるのよ。でその時が産む前とか産んだ後はもはネットとかなんかできないけど産む前とかそれこそママスタとかさベネッセの掲示板とかで大体同じ自分の,あの年月齢のあ妊婦さん同士が「えこうだよあれあれ」とかしてやり取る。 やつ夜中中やっぱ寝れないからさ、まあ、子供がいて子供がこう動き出してグーッとや,やったら昼夜逆転になったりとか、普通になんかこうね、家にいて暇だからそれでネットとかやるじゃん。やっぱ妊娠してできることってなかなか限られてたりとかするんで、まあ私はないやつかな。まあでもなんかとりあえず3月とか9ヶ月ぐらいまでは普通になんかあの、 普通にっていうわけじゃないけど、まあ、緩いながらも仕事して、で、私、妊娠出産が、あの時にも専門学校とかも行ってて、出産したこと分かってなかったかなその時の、あの人が。なんか、中にはいるんだよ、そういう、なんか、デブだからゆえに妊娠出産したことは気がつかれない人と、そんなにお腹目立たなくて妊娠出産したことが気づかれない人と、いるんだよ。どっちとは言わないけどさ、 あの結構末きでであいつ何で休んでるんだろうあ出産してたんだみたいな感じの私はひた隠しにしてた方だった周りもみんな「妊娠しました!」とか言ってエヴァどっちかなのよ妊娠した私偉いでしょうみたいな感じで妊婦オーラをまき,き散らす人と「え妊娠しても妊娠?」とかしてまあ自分だけでひたすらなんかあのこう。 こうなんか誰にも言わないでっていうパターンと周りに気遣わせちゃうじゃんとかって思うタイプと浜崎あゆみとかなんかもそうじゃんなんか産んでた次の日にだってあの日次の日とか2日後ぐらいにライブやってるじゃんあの精神力だと思うよやろうと思えば何とかできるんだよでも産後にあんま無理すると後から更年期後からがしんどくくるっていうババア様たちのですね あのお声がちらほら聞こえてきたので私は産後は無理しないようにしようかなと思ってましたよ。うん、でだからこれね結構ジャンキーなものとかにはまって多分一番大変なポテトチップスとかにはまったりマックのポテトとかにハマった人とかは結構体重制限結構きついと思うよ。だからあの結構ね体重毎回行って測って でやるんだけどその時にもうね最終ねうちなんかはだから3月とか4月とかでしょ寒いでしょ冬の時期だから服をねいかに薄着にしていくか。 ダウン着て中半袖とかにして体重測るときに薄着で乗るか最後靴下まで脱いだもんねマジにポケットなんか何も重いもんないよなスマホなんかもう絶対なんかもうあれ何,何グラムかいくばくか,かあるからそれも全部あれ最後靴下まで脱ぐから、ね、脱いでいざって言って体重に乗ってええ先,先週2週間に1回くらいかなくらいで前回よりもこれくらい増えたダメですとか言う もうちょっと食べたらダメです。れ言われる食べるなって言われるんだよ。食べるなってね。食べるなって言われても、どうにもならんじゃん。食欲って。だから、こういう糖質30%カットとかっていう万内光を、もう、愛用するしかない。でね、これね、意外と、わかんなかった。そりゃね、南 コシヒカリの白米をガツガツあのいつも食ってる人だったらそらちょっと不満かもしれないけどもう背に腹を変えられないような人たちからするとそんな大してって感じ。私の時は混ぜてたお米とその割合を あのー、がってなんか、これ、むちゃくちゃ高いのよ。これ、じゃあ、どこで売ってたのって言ったら、溶岩かどうかなんかで売って、なかなか見つからなくて、で、なんか、あのー、見た目全然なんかね、変わんなくて、味はそんなになんか違和感の、まあ、これだったらっていう感じ。まあ、今は妊婦だからっていうよりは、単純に、血糖値とか抑えるとかの、まあ、 需要このもうババー世代になってくるとババーが妊娠っていうのは絶対なんかないじゃんもう更年期のさあれださフィナーレの後は絶対生まれないわけだからさ <laughs> ババーとかはババーがこれ買ってたらまあ,あ血糖値なんだな糖尿病なんだなとか糖尿病もでもなってからじゃ遅い堀江文が動画出したけど自覚症状がとにかくないのよ高血圧も糖尿病も。 だから自覚症状が出てからだと結構進行しててもうどうにもならんっていう事態に。で堀右モンが出してたのは糖尿病であのこうもう足とかなんとかを壊死してっていうパターンで切断せざるを得なくなった人とかのドキュメンタリーみたいなのを映画テイストにして YouTube かなんか出してたけどあんな感じになるのよ。 ななんかいけない足がしびれてたぐらいでなんだろう最近運動不足だからかなーかなんかがさあこう思ってくるとそのうちなんかこう血の巡りが悪くなってその部分おおとか。 ここのままま放っっておいいたたたら大変ななななとになりますよみたいなやつあったじゃんテレビで <laughs> なんか昔私はああいうのを YouTube で見てたんだけど今さいやテレビ系テレビ系をですね YouTube で流すとさバンされるわけでしょストライクとか削除著作権とかでなんかあれもうテレビのさ番組をさテレビ見ない人からしたら自分のピンポイントで興味のあるワードを入れたらそのテレビ番組とか出てくる 来ててくくれ CM とかがなくみんな収益化とかまでしてない人がそういうのをアップしてくれてたからありがたかったんだよな昔は。本当に今は何なのちょっとしたさニュースとかをさ己の自局でさ流してるさテレビのフジテレビとかそういう会社が YouTube に流してるさ1本ニュース見るのにあの広告踏むとかさ クソかよって、思うね。で、これちょっと、あ実際に食べて、感想とか、たパんこれちゃうな、のアンバーサダーとかなんか、やれってことなんじゃないの書いてさ、ご飯の写真撮ってさ、味の感想ぐらい書けっていう感じでいただいたと思うんですね。まあね、もういいきっかけなんで、ちょっと、米、でも米がいっぱいあるんで、あの、壁やってる人ってね、米がいっぱいとにかくたまるんだよ。どうにもなんなのに、もう米が。 もう今年のね、新、新米じゃないのかなこの時期にもう来てるっていうのは新米なのかわかんないけど、第1バッターでトップバッターで米系が来るの、アナナって会社が、これ何回も行ってるんですけど、アマナ、アマナアマナアマナっていう会社がですね、えー、トップバッターで来るんです。早速、長期で持ってると、1年間で1個、2年間で2個。 3年以上が3個みたいな感じで100株しか持ってなくてもえ結構あの米もらえたりとかするのよ。でもうそれがトップバッターだったりとかするのよね。フルネーム呼ばれてムカついたのがあのその天野の米を持ってきてくれる。だからもう米いらないんだけどさ検証やってる人も米はねチャンスタイムだからねマジに。チャンスタイム 米ってね米の検証ってねマジね当たるよみんな米応募しないからぜひこれもうマジ米買って買うチャンスがある人はその生活のためにね安い米をドンキのオリジナルのさ業務用米を買ってくるんじゃなくてちょっと高くてもあの検証ついてる米に切り替えて買ってみてください。 私,私なんか5キロ買うのむちゃくちゃ辛いよ米一般のに5キロ買うんだもんでも確実に当たるからね検証出せば米特に全農とかの米、まあ、これも言っちゃったらさどんどん当たんなくなるんだけどもう私も何何個当たったもな結構さスイカ当たって、えー、梨当たってズビーロマンも当たって。 で2区分当たっっててとかやってるかるらさいいやもうこれ以上多分まだキャンペーンは続くけどこれ以上もう無理でしょこれ以上毎月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 あのいくら個人情報リセットしますって言ったってこれ以上当たんねえだろって2回おかわりおかわり当選した時はもうマジビビったから今えー、っえー、ってまた今月これ今月今月っていうか先月の か梨とブドウと分かれて希少価値がある、えー、梨もブドウも特にルービーロパンの方は出荷できる個数が決まってるから何十名とかっていうのが用意できない。で、ね、プラスこ梨と2本立てできてた2本ばっちり当たってるからねこれじゃ,じゃあどうですかってお米ってね 千安いので1,800円。高いのでもう2,000円ちょいぐらいじゃないのあの、それもコシヒカリとかそのブランドによって、あの、味でさ、農協って金額、価格とか決めるじゃん。米の粒とか質とかそういうので決めていって、価格の開きで500円開いてるかどうかぐらいな感じで、えー、やるじゃん。 私はもうこの、ね、年齢とかになってきてやはりもう糖質とか食べる量とかを抑えた方がいいと判断してるんで極力買う時はお金の問題じゃなくて美味しい米を食べると量を食べちゃうからまずい米にして量を食べないようにあんま美味しくなかったら人間ってさ食べないじゃん。でも米美味しいってなったらやっぱり2杯3杯食べるじゃん。 だ米の質は意識してあんまあ美味しくないようにしてるで株主優待でもらったりとかお中元とかお歳暮お歳暮でもらうかな,なんかまあどっちかが持ちになるんだけどでももらったりとかするやつはいいやつだ5,000円ぐらいですよ2.5倍,倍ぐらいする普通分で1,800円ぐらいで買ってるのに5,000円オーバーのさ56,000する米がもらえたりとかするじゃん。 株主たりだったりそうお歳暮とか贈り物とかだったりとかするとそれは食べないであげるもう美味しいお米ですよって言ってあげるじゃないと食っちゃうもマジに「あーうめえこれ」っつってさご飯ガツガツ食うじゃんダメなんだよもうそれは。もう えでも子供いるからさ、何とかしなさいよっていう、そういう問題もあるからさ、なんだっけどね、こうです子供と別に分けるか、みたいな、こう極端だからさ、うち体脂肪一桁で、常にさ、今、昨日もちょっとさ、車の中で喋ってたんだけどさ、いや、マジさ、学校の冷房が寒いんだよ。でもさ、汗ダラダラかいてるやついるんだよって。ねえ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 。まあ、小学生だから、そんなに肥満時って、 でまだそこまでいないんだけど小学生でその体型の差ってあんまり出てこないんだけどまだやっぱり小学生ってさこう動くじゃんだからどんだけ食べても食べても知れてるしう動くからその分消費してるからそこまでの肥満児ってなかなかいないんだけど「えじゃあ何むっちゃ太ってるその子」って聞いたの汗だくだくかいてるやつがいて。 いるんだよ。俺、寒くてしょうがないんだよな、っ,って。じゃあ、服を多く持っていけよ。それしかないんだよ、って言ってるのが、うちのちびすけで。あいつ、むちゃくちゃ手とかも冷たくてさ、体脂肪が一桁だから、一桁でね、何、体脂肪7とか。死んじゃうぞない、お前って言って。だから、ちょっと食べないだけでも、すごいなんか、 <laughs> 弱っちゃうタイプのやつだから医者とかにさ熱とか病気とかでさ行くじゃんそうすると何でも食べたくないって言うんですよ誰ですすよ子供はすぐに低血糖とかになっちゃうんでそれ危険なんでとりあえず食べれるものでパンでも何でもいいから口に入る好きなものとかを何でも食べさせてとりあえず体力を温存すること大事です。 のあの頑張ってなんかこう脱水とか言ってね水分ガバガバ飲ませるよりもとにかく体力をって言ってた。うん、あのでこの <laughs> 真ん中にね「私はこれ食べるべきなんだけどちびすけは糖質オフしちゃダメだろ」って言うやつこれその辺はせめぎ合いなんだけどさしたらいいよ二食2個さ炊くよ釜とかもさ何じゃん検証で当たったさ。 釜とかともあるしさあと土鍋とかもあるんでその辺ちょっとうまくやっていこうと思いますちなみにあ、えー、あののー、玄米は、えー、子供はまは食べない方がいいってまだ残余、あのー、農薬とかの関係がですねやっぱり玄米は残ってる可能性が なきにしもあらずなのでできれば子供は白米を食べた方がいいと。で年を取ったやつは、えー、年を取った人は玄米を食べた方がいいっていうそういう感じでございますね。子供には白米がいい。で今こちらもですね。ケーいててちちょっっちょっっっとと名名前前ののララベベルルをを取取 そう,うかな。名前のラベルを取ってご紹介する調整のものはイライラじゃじゃー。あーもうイライラするもんこれ。シエロカラートリートメントプレゼント装飾ボウル。 でございますね <laughs> ええ何これえ染め能力 <laughs> たった一回で驚きの染まりえマジにちょっと最近さマジちょっと白髪問題いやこれさマジさそのさ ツイッターとかでさ DM とかしてる友達でさハゲてないさやつがいてさ最近の悩み最近白髪目立ってきたよねって言ってそいつの方が一個下なんだけど「だよね」って「あるよこれマジに」って「白髪目立悩みある?」って聞かれて「あるよバリバリだよ」 最初は子供がさ「白髪いっけた」とか言って抜いてたんだけど今抜かれたら多分死ぬレベルだよって言ってで一番なんか気になるのは鏡見て前頭葉のところなんでここっていうような頭の前の部分がむっちゃなんか増えてるよって「やべえよこれ」でもハゲと白髪とうだったら白髪の方がいいじゃんかなんか言ってでも白髪めんどくせえよなとかって言って話になってたよ。 ナチュラルブラウンリタッチをあちょっとこれマジやってみよう直塗りノズルへええあー美容院行かなくてもいいんだもう最近さあの最近じゃないけどさコロナとかで美容院ってなかなかなんか足遠のいてさ来てるよねもうなんか結局さ そのど、出かけなくなったら、負もスパイラルなんだよ。もうどうでもよくなるんだよ。その、出かけることによる、その、その見た目とかは全く気にしないでいるようになると、美容院が一番なんか、無用でしょ、みたいな。2ヶ月に1回とかさ、なったりとかしてきたらやべえよな。いや、私、マジ2週間に1回とか言ってたんだよ。マジに小切れにしよう、みたいな感じでさ、トータルビューティークリニックみたいな感じで、 で、ネイルとかやってくれたりとかさ、まつ江区とかもやってくれたりとかさ、あ、ま、つ江区はやってないな。まつ毛パーマみたいなやつとか、あとは、ま、髪の毛やってる間に爪やってもらったり、あとそのエステみたいなやつ、あとまあ手のエステだったりとか、 いろいろやってもらってたところに行ってたんだけど、まあ、嫌がらせをされてその店に迷惑かかったら嫌なんでマジガチにお金払ってたんだけどね2週間に1回3万ぐらいであの綺、ー、麗にしてください3万で2時間ぐらい、えー、3万払ってたかな、まあ、2万だった時もあったり3万だった時もあったりとかして、まあ、2万ぐらいだった時はなんか王子屋買ったりとかあとはなんか、えー、ドライヤー買ったりとか。 しししたりとかててて店に貢献しててすごいなんか仲良くなって美容師の人とね仲良くなるとマジにねすごいなんかやっぱりおしゃれな人とか多かったりとかしてでなんかあのー、王者ソムリエの人がむっちゃカラーするのが好きな人でいや、まず えなんで今日白いなんかグレーに染めたりとかファンキーに紫にしたりとか桜色ピンクにしたりとか行くたびに違うんだよ2週間に1回だよ2週間に1回髪の毛の色が変わるからなんすかそれ大丈夫なんですかって言っていやだから私マジに真剣に王子屋のソムリエになろうと思って頑張ってるんですって言ってで王ジ屋ソムリエになるためにはむちゃくちゃ 覚えるるこことがあるからこの子バカじじゃななないいんだなみたいな感じで,でも髪の毛だけ見てあのこうさ美容師の人ってこう派手な感じだか,だからバカなんじゃないのってちょっやっぱり桜色ピンクみたいな髪型とかにしてたらさいやちょっとバカじゃないのってこうおばちゃんからするとそう思っちゃったりとかするんだけど。 だからウォージアでケアしてるんですよって言ってこっちのこれでケアしてこうでとかっってシャンプーの話で盛り上がったりとかしてあなるほどか染めまくるからダメージあるから結構らフルカラーで染めるから私の場合いいとかっって言っての話を聞いたりとかしてやっぱ会話力がないとただおしゃれでボーッとしてる人だとやっぱ仕事をねちょっとできるとは言い難いじゃん。 なんかあの話すのがすごい楽しかったりとかしてましたが今は全然行くこともなくあれだって月にさ6万ぐらいさお金払う人がいたらさ単純にさいいお客さんだと思うよそこでさそのサービスのさあれをさなん行くばっかさなんか。 お試しでさなんか「このパックは確か入ったんですお試しでやってみます」とか言って声かけてもらったりトリートメント一回タダにしてもらったりとかまあそれが王子やトリートメントとかだったら56,000円とかもうちょっとするかなそれをねやってくれるとかぐらいのサービスで月56万もらえたらそれ普通の人がさ1,000円カットだってやるんだよ。 そういう時代に録音とか払ってる人さ、いたらさ、いいに決まってんじゃん。なのにさ、いきなりさ、なんか、怪文書送ったりとかさ、なんかしてさ、電話とかすると、声とか録音されたら自分のさ、あの、あ、こいつだってバレるから、そういう方はしないで、怪文書送りつけたりとかするんだよ。で、すんごい言いづらそうに、怪文書が来たんですよって言われて、気にしなくていいんですよとか言われたんだけど、気にするさ、普通。 私割と豆腐メンタルだから、みたいな。もう気にしない。私気にしてないですよ、とか言いながらフェードアウトしていった。まあでもまあ、5、6万もね、使ってさ、さあ,あれはさ、ちょっとさ、もう子供にかけろよ、みたいな感じで、ちょっと麻痺してたからあれなんだけど、でもその後、その後、<laughs> その後、美容皮膚科に行ってるんで、そのお金をね、5、6万、の月5、6万の美容皮膚科に全が全力投球してるわけよ。 もう本当に。で、何をしたかというと、シミ顔のね、シミをなんとかしたくて、フォトフェイシャルがしたくなったの、ね、よ。あの、工藤さんの話聞いてて。あの人の話聞いてると、めっちゃなんか、今ですって言って、私別に婚活してるわけじゃないんだけど、こぎたないさ、ババアでよりもさ、今、やるなら、今でしょみたいなこと言われたらさ、やっぱやるじゃんみたいな感じで、フォトフェイシャルとか、 何やってたかなフォトフィンシャルとあとあの首のさところのなんかイ,イボみたいなやつとかをレーザーで撮ってもらったりとかあとは何やったかなヴァンパイアはやらなかったの血液洗浄みたいなやつあれも告知とかできあってあ,あとあれだ輪郭収射とかしてたやりまくってたんだねなんかさクソ野郎がさ 20話とかさすげえなんか書,書いてで別にあれそれが気になってたわけじゃないんだけど別にでもなんかさムカつくじゃんみたいなでなんかすっごいムカついて20話とか書,書かれたんですよ輪郭注射ありますよってあれ一発2万ぐらいするんだよあれさ医者がさいやこことここぞとでおいそれ4万じゃんみたいなこことここ と,とか言ってそれでははまってであとさそのなんかあるじゃん脂肪妖怪えなんかなんかのやつ薬、まあ、要するに糖尿病の人が飲む薬を私は糖尿病じゃないからあの自由診療であのちょっと食欲を抑制するちょ 食べなくする薬と薬の名前言っていいのか分かんないけどあとさその糖をさ解凍する薬とであと油を解凍する薬吸収を、あのー、吸収されないようになんか20%ぐらい20%か30%ぐらい外に出す便で出すみたいな感じのだからあの時に薬を飲みながら、あのー、命がけで。 不二家のケーキバイキング <laughs> 解凍する薬を飲んでその、ね、糖分があるでしょケーキとかなんかはそれを食べてマジにねこれ年取ってくるとケーキバイキングみたいなのやると翌日ぐららいいにむっっっちゃ血糖値が上が上てぶっ倒れるらしいのよそれねケチなじじいが言ってた「あれはたまらんかったわ」こか言ってて。 富士、ね、屋でケーキバイキングをやって力いっぱい限界の限り食べたら翌日ぶっ倒れて裸起き上がれんかったってマジに命だけじゃないですか何のためにそんなことやるんですかってもったいないやんけとかしていや健康に悪いじゃんみたいな思って。あじゃあそのジジイに そのじは、なんかファミレスとかでもうさ、じじいなのにファミレスで、ドリンクバーとかついてる場合、ランチにドリンクバーついてるだけで、すっげえ人参ジュースみたいなやつ、人参ジュースみたいなやつが一番単価高いになって、2リットルぐらいの飲むんだよ、あ腹がガラガラだよケツから人参ジジュースが出たわ下品じゃないですか バカじゃないのっていうのを連呼するくらいのじじいでした。うん。あいつはね、ほんとダメだね。資産家でもそういう生きざが絶対かっこよくないもん、マジに。マジに、だったらお金なくてもさ、涼しい顔のジェントルマンの方がいいよ、マジに。だってもうさ、どんなに頑張ったって、どんなに頑張ったってさ、エリザベス女王だってさ、100歳まで生きてないわけじゃん。 だけどさ女王様だよ女性が多分一番自分長いと思うからエリザベス女王が亡くなったのを見てあ人って亡くなるんだなっていうのはなんとなく感じたものすごく私は別にさエリザベス女王みたいな暮らしをしてるわけじゃないからさ完全なさ健康にいいさ美味しい食べ物食べてすごいなんかさ 皆さんにこう国を挙げて一日でも長く生きていただきたいって思うさ専門の人たちがついてさ100歳生きられないんだったらやっぱりなもう私なんか庶民中の庶民だからもう普通にもう寿命までね平均寿命もきついかもしんないぐらいに気楽に構えてんだよマジに。ででもね今,今ちょっとそれのさ なんだろうすごいなんか頑張ってたあの時からコロナが入ってあ病院とかのんかな行ってもなんかさ居心地悪いじゃん。ちょっとさマスクでさもうはっきり言ってさマスク鼻がダメなんだよ私鼻鼻っていうか口がダメなのかどっちがダメなのか口呼吸。 だから鼻呼吸だ鼻呼吸口呼吸だから結構マスクしんどいんだよだ鼻出してさいるとさすげえなんかさ「鼻目で許してください」とか言われるとがっくりすんだよしゃべんないでさおとなしく座ってるからさ鼻ぐらい出させてよ呼吸させてよみたいな感じで思うしなんかただでさえあんま人が近くにいるの好きじゃないんだけどもともとでもなんかさ ソーシャルディスタンスとか言ってさ、隣に座るだけで下打ちしてくるやつとかもいいんじゃん。あからさまに隣に、そこしか座るとこないじゃん、みたいな感じでさ、近づくとさ、嫌な顔されたりとかするさ、あれがもうなんか、ちょっともう嫌だな、みたいな感じで、もうだったらもう私は、貝のように家で引きこもったほうがいいや、みたいな。引きこもり続けても別に全然なんかあの、楽しく生きていけるからさ、別に、それはそれでいいんだけど、 う,んなんかうずらもいるしねうずらもいるしハリネズミも外に出ないで暮らしてるわけだしなんか引きこもりのなんかこうもうじょと帝王みたいな感じだからハリネズミってだって痛くないんでもん暗いところでずっと寝て暮らしたいみたいなそういう感じでもなんか左右なんかはむちゃくちゃあの 一時期太ったんだよね私がバカみたいにもうおばあちゃんかわいがりみたいな感じでもう毎日フルーツの山盛りを左右のためにって言って毎日フルーツをあげてたらやっぱ加藤で太っちゃってで結構ブリーってブリケツだったんだけど、あのー、もうなんかね改心したんだからもうもう夜中になると走り出してダイエットして,してなんかもう今標準体型になっちゃったんだよ左右 すげえなそれを見てだハリネズミですらなんかその自己管理ができる頑張れどんな相とか言われるんだよなうん頑張るよっていうかちょっとこれまずにあ多分ねこう美容室とかが多分あのこう顧客がグって落ちて美容師の人とかも仕事なくなって給料減ってすげえ大変だと思うのよ。 コロナで不況でお金がないからみんな1000円カットに流れたりとかしたりとかして売り上げが落ち込んでで皆さんこういうさあのまあガーシラっていうの白川の人ってもうホームケアでなんとかっていう方に走るじゃん。 白川ねね定期的に入ってくるから、ね、リタッチでも何でもいいからこういうので自分で何とかしようみたいな感じでこういう会社は、まあ、今回のこれはホー,ー株式会社という会社なんですけどホー,ーとかさマンダムとかそういう会社はおそらくまあ、顔も含めて自宅のホームケアの,あの美容の関係はむっちゃなんかの伸びてると思うんだよね。うん、こういういの 知らなかった。やったことなかったんで、こなんか、染めるとかっていうのも、私、一回も自分でやったことなくて、美容院でしかやったことないんで、なんかね、モニターとかなんかでヘナっていうのをもらった時があるんだけど、あれ自分で実際試したわけじゃなくて、じゃちびのすけのちょっとあの髪の毛ちょっと借りて、あれちょっとやったっていう感じなんだよね。 うーんなんか変なだったら別に自然だしいっかみたいなあの子塩素でいつも常にカイ髪の毛茶髪だからさちょっと黒くなった方がいいんじゃねえのみたいな感じでモニターをやったことがあるんだけどあとはね実際にモニター品がもうなんか託されてガンガン届いたりとかしたんだけど全然記事書けなかったっていう <laughs> で。で一旦身を引いて今はあの。 もうサンプル百貨店ぐらいいいしかやってないっててなうでそのサンプル百貨店もあれもさ当選しましたからさご確認くださいなメールがうざくてね一日さほんと大量にメールが来るからさ確認できねえんだよ勘弁してくれまじ金曜日金曜日の夜から金土日とさちょっと忙しいのようんご飯がさ増えるじゃん作るより。 あれがさ「でもうあもう手抜きしてえや」って思って外食べに行こうかなと思うとさもうト党組んださもう外食のの列ガストとかもうパンパンだよ。ああこれはもう無理だ家に帰ろういやお前らは家に帰ろうって言って安直に言うけどさ作んの誰だよって私じゃんかよってそはさやつらはいいよ。 外食食するより家で食った方が多い,いいとかさ落ち着くとかさうまいとかさ勝手にっくきはいいけどこっちはつくんだよそれが面倒くさいんだよなんでわかんねえんだよっていう土日金土日と終わって月曜日がもうもうね疲れてなんかヘロヘロになってる月曜日中に返事をよこせえみたいなやつもう返事を返さなくてしくじってんだよな,なんかね睡眠ラボちゃんと今回私できたのよ。 ブログも書いて、えー、その、求められてる、えー、ハードルを全部クリアしたの。したら次のやつも、当選させていただいたのに、返信できなかったっていう。はぁ、あ。豆さが問われるね、豆さが。もうなんか悔しいんだけどさ、しゃあないやしゃあない、しゃあない、しゃあない。どう、次に行こう。もうすぐにあの、嫌なことはなるべく上書き保存で忘れて、次に生かしていきましょう。 それしかない、えー、今回は、まあでもこういうさ、知らないさ、普段だったら自分で店で買いもしないさ、考えもしなかったこんなものが、こんなものがちっちゃダメでね、こういうものが手に入ってですね、私はちょっと生き返れるぞみたいな、ちょっとこれやってみて、マジにさ、これでさ、この根元の、マジにね、前頭葉だけなんだよ全体がさ、あの、上皇后様みたいに、綺麗にこうさ、白髪になるわけじゃなくてさ、 全頭洋だけなんだよ。なんでなんだよって。なんでなんだよ。本当謎。これ解明してさ、マジさ、飲む白髪のやつとかの飲んだけどさ、全然ダメだよ。サプリは。でもこれはいいんじゃないのってすごい期待してるんで、えー、ぜひああ、ちゃんと、ちゃんとモニタしますんで、ちゃんと書き、書くんで。はい。ということでございました。本日もご視聴。 ありがとうございました